はい、今庭ですね、庭。キャンプの時によく使える、まあ、初心者さん向けでね、僕自身もかなり使ってるんですけど、ちょっと紹介しますわ。これです。外って書いてあるやつの、このガスコンロで、普段のガスコンロで使えるやつ、一般のカセットコンロで使えるやつ、それがね、こんなにちっちゃくなるんですよ。こんなにちっちゃく、この鍋もね、この鍋にちょうど入るんですよ。はい、この鍋にちょうど入ります。この鍋にちょうど入って、これとこれを持っていけばもうお湯が沸くよっていうやつ。これはね、これですわ、山クッカー S っていうやつね。山登りでする山クッカーかな。ほら書いてある山クッカー S。これね、ちょうどね、この中にね、これが入るんですよ。これがさっきのあれですよね。この、カセットコンロで使えるこれ。じゃあちょっと今からやっていきたいと思います。これ何がいいって、この取っ手がね、取っ手がこうなるんで、リュックに入れるときもね、普段はこうやってこう、ね、折りたためるからすごいいいですよね。はい、こう、挟まるし。で、ちなみにね、これ、他にもこの大きさの、いろんな大きさの、ちょっとちっちゃいやつ、こう入ってるんですよ。こう入ってるんです。はい。まあ僕はね、もうほとんどこれだけ持っていきますね。これだけ持ってって、まあ折り折りというかね、まあカップラーメンだの、コーヒーだの作ります。で、山頂で飲んだりしますね、登山の時にね。ちょっとほな、今から。こんなにちっちゃくなるんですよ、こんなにちっちゃく。これがカセットボンベですからね、こんなにちっちゃくなるんですよ。で、やり方すごい簡単で、まずこれ、足をね、こう。はい、足をこう広げます。で、ここにね、カセットボンベくっつけます。こうね、ちょうどここのところをこの鍵穴に通すというか、こんな感じ見えるかな。まあいいや、こう入れたら、あとはグッとこう、これだけで、こうね、はい、で今こんな感じ、今こんな感じですね。見えるかな。はい、今こんな感じね。はい、というわけで、火つけるのはこれをこうグイッとこうやって、でこれで回すとシューッと音が出て、でここで点火します。ここで点火、はい、これでシューッと落としました。で点火します。ほら、ついた。おお、すごいすごい、結構火力強い、ね、はい、このぐらいでいいや。で、さっきのこれにちょっとお湯入れましょうか。お湯というか、水入れましょうか。はい。で、これを。はい、これ。これでね、煮えたぎります。これでね、食べるカップラーメンがすごい、カップラーメンというか、もうここにね、はい、もうここにね、ラーメン入れてもいいし、なんならこれをね、お湯になってからこうやって注いでもいいし、ここに注ぎ口があるんでね、すごい、使いやすいです。はい。なんていうかね、この登山専用のカセットボンベじゃなくても使えるから、すごいいいですよね。普段のカセットコンロで、こんなに
コンパクトに持ち運べるんでね、かなりいいです。じゃあ今からその例えば終わった後しまうのも簡単かどうかなんですけど、こうやって閉じると火が消えます。で今回ちょっとお湯は浸からなかったですけど、ちょっと、はい、これもちょっと熱くないかどうか確認してから、これをねこうひねって、これをこうひねって取るだけ。ほらこれで取れました。こう普段のカセットコンロね。であとはもうこれを畳むだけですよね。まずこのつまみを上に上げて、でこのここ一応ねロックされてるんで、この足の部分ロックされてるんで、これをねちょっと上に上げて、上に上げてこう折るというか、これも上に上げてこう。こうはい、そうよし、はい、これでちっちゃくなりました。はい、こんなにちっちゃくなります。何度も言いますけどね、こんなにちっちゃくなって、このね袋もねついてるんでだいぶ助かります。こうね入れて、で登山終わったらこの取っ手をねこう折りたたんで、こうやって入れて、こうだいぶちっちゃくなります。だいぶちっちゃくなります。はい、というわけでこれ登山グッズ、キャンプグッズとしてもいいですね。キャンプでもねちょっとお湯を使いたい時とかね、すごいいいと思います。なんせね、普段からキャンプ行く人はキャンプ専用というかな、登山専用のやつの方がやっぱりかっこいいんですけど、なかなかね、それ普段からね、それだけのために買うっていうのもね、でその点ね、これやったら普段のカセットコンロで使えるし、あとこれ緊急用、非常用としても使えますよね、非常用としてもね。であと家庭用のカセットコンロの方が、カセットコンロボンベの方がだいぶ安いしね、登山用よりもね。というわけでこれこのボンベはこれですね、ボンベじゃないこの、なんだストーブ、レギュラーストーブはこれで、この外って書いてあるやつね、外って書いてあるやつと、もうこれな、ほぼほぼセットになってるみたいにすごいぴったりのこれ鍋はこれですね。これで何度も言うけど、これ他にもこういう風にちっちゃいのがあります。ちっちゃいこれより一回りちっちゃいのがあります。こうね、はい、まあただ僕の場合はこれをもうね、ただ僕の場合これをこのまま入れて運びたいので、内側のこれはまだ使ったことないです。はい、以上です。よかったら参考にしてみてください。